皆さん、こんにちは。今回は、キリトバースデーオーダー弾いていこうかと思うんですけど、最近、ソロカオス、ケテッペシベキベキ動画やってると思うんですけど、ちょっと途中なんですけどね、先にちょっとガチャ引きてということで、弾いていくんですけど、このキリトベーチュデー王獣の、欲しいやつ、これなんですよね。月明かりに導かれてキリト。こちらが、超中強化が入っていて、キリトのスキルでは珍しい回復効果がついてると。でもキリトのスキルだからって珍しいっていうのもなんか自分的には不思議な感じがして、でなんでかっていうと、アニメ原作、アニメじゃん、ラノベ原作、アニメ原作で10秒で600ポイント回復してうんたらかんたら、あんたらの攻撃届かないよ、理不尽なゲームなんだうんたらかんたらって言ってたと思うんですけど、バトルヒーリング機能600じゃさすがにもうぬるいぜっていう感じの効果をもう出してきていいと思うんですよね。やっぱキリトだからって回復の効果がなさすぎるっていうのも、どうなのかなと思って、テイルズコラボではね、回復効果が出ましたけど、なかなかないと。もうちょっと出してもいいのかなってちょっと思いました。あとは、この歴戦の剣技っていう効果ですね。もうこれだけで、引く価値はあると思います。ビギナーは、アスナバースである間は、ちょっとアスナのマザロザ、先に引いた方がいいと思う。俺的には、パワラより、そっち先に引いた方がいい気がして、なんでかっていうと、パワラさんって、たびたび来るんですよね、ステップ5とか。たびたびっていうか、たまに来る。で、なんつうんだろうな、2500ジムで1枚保証確定のオーダーとかにたまに入ってることあって、で、特に、もうちょっと先、ハロウィンオーダーが来ると思うんですよ。もうちょっと先だと思う、わかんないけど。で、そこで、キュートな狼娘アスナ狙った方がいい気はするんで、自分的には。なんで、そうですね、先に今のところはマザロザとか、引いた方がいいのかなって思います。マザロザって、この、こっちのオーダー、今日は、もうそろそろ終わるかな。今日8日か ?7 日、8日かな。こっちのね、マザロザフルバを引いた方がいいと思うんですけど、そうですね、パワラさん、パワラ4とか、そう、特にマザロザ、今回のやつは、これ、特にリセマラで狙ってもいいと思う。いくらパワラさん、パワラ4あったところで、属性耐性ボスから受けると、もう、1とかしか食らわなくなっちゃうこととかもあるんで。で、あとは、勇気2枚条件とかあるんですけど、始めたての人、ちょっと勇気、あんまりないとは思うんですけど、本当に始めたての人ってステータスが低すぎて、覚醒スキルとか、入れたところでそんな強くなかったりもするんで、適当に妥協で、ソードスキル側に勇気2枚セット、本当に始めたての人の話ね。ストーリークリアした後だったらやっぱ覚醒とか入れるようにした方がいいみたいな感覚がいいというか、そういう風になってくるんですけど、このね、とにかく、満たせば、自然属性なしのダメージ100%上昇っていうのが発動して、これめっちゃ強いんで、で、これ、自身が受けるダメージが増加するデバフ効果中っていうのが、これ自身の、通常値で、極光輪っていうのがあるんですね。で、極光輪で発動すると自分が増加す、ダメージが増加するデバフが発生するみたいな。で、なんかよく、なんで勘違いするのかわかんない。なんか勘違いする人いるんですけど、なんか呪い、自分に呪いがついてるとさ、これ、自分が受けるダメージが増加するデバフが発動してる状態だって思ってる人がいるんですけど、なんでそんなこと思うのかね。ちょっと、マジで、マジで理解できないんだけど、これ、デバフと状態上全く違うからね。あとは、でも、ボヘミアンペイントアルゴとかなんかな、あれいけるかな。自分が受けるダメージが3倍になる効果だった気がするんで、ちょっときついと思うんですけど。とにかく、なんか最近ね、7周年までつなげキャンペーンで1000ジェムもらえたりして、リセマラがはかどると。いうことで、どのオーダーリセマラで引けばいいのみたいな、コメントがあったんで一応言いました。で、さっきの続きですね。この、なんでこのキリトバースで引くかっていうと、
この陸道っていう効果が俺大好きで 使えるかどうかじゃなくて大好きっていう理由なんですけど、なんか面白いんですよ、これが。まあ、キリトの枚数で、効果が変わるんですけど、上がるダメージの属性が変わると。で、一番最後の方の6枚、7枚の方でダメージが50%に変わってくると。まあ、さすがにここはちょっと、まあ、キリト尽くしすぎてちょっと難しいと思うんですけど、まあ、歴戦の剣技にさ、ダメが40%もついてるって考えるとものすごいんですけど、まあ、せいぜいキリト入れても3枚か4枚までかなっていう感じはしますね、なんとなくね。まあ、コネクトもキリトにするとか、そしたらまあ片手直剣で使う場合はまあ変わると思うんですけど、まあ、ただ、歴戦にこの風40%とか土40%とか、もうあの4枚の時火40%とか、これさ、ついてるだけで相当強いって俺は思うんですよね。デメリットがないし、だって最悪、まあ、キリと何枚以上って効果発動しなくても歴戦ってだけで結構ね、使えるんで。で、今歴戦ってやっぱ、まあ、環境スキルって言っていいのかなっていう部分もあるし、まあ、歴戦、なんだろう、これ以外にもキリとの歴戦はあるんですけど、ちょっと本当に狙いにくいから、まあ、歴戦引くんだったらこれかなっていう感じが、今出てる小田だとしますね。なんですけど、まあ、これ、いや、すいません、マザロザって言ったけど、俺、これも、これで、パワーライズ4引くのもいいかと思う。あ、これ相当欲しいんだよな。俺だったらそっちにしちゃうかもしんないけど、でも、結局、ボスにダメージ与えられないんだったら厳しいから、まあ、こっちっていう風になるかな。ピックアップ率的に考えても、まあ、アスナかもしんないけど、俺はでも、マザロザかな。始めたての人ね、この防御力が下がるっていうデメリット効果、これが気になるっていう人が多いんですよ。俺も全く気になんないんですけど、これでなんか引きたくないっていう人がいるんですけど、正直、パワラ4は今人権で、人権レベルの環境スキルで、もうマジであった方がいいけど、まあ、正直好みは、俺だったらまあ、マザロザでいいかなって感じ。まあ、リセマラだったらね。あとはこれもね、歴戦もいいから、まあ、大体パーラ3、パーラ4、歴戦とフルバの、まあ、決戦とかで固めたら、まあ、ある程度は強いと思う。まあ、ただなんか、まあ、思考停止のテンプレになって、まあ、一番強いとは言えないんだけど、まあ、そこそこ戦えればいいやっていう人だったら、まあ、それでもいい気はしますね。あんまりテンプレとか進めたくないんですよ。ゴミ編成になりやすいんで。なんですけど、ビギナーで本当に何?全然知識なくて、もう何入れたらいいかわかんねえっつって、何考えたらいいかわかんねえっていう人は、まあ、なんかテンプレでもいいから教えろっていう人が多いんで、マジバカだなって思うんですけど まあ、そういう人のためにちょっと言っておきました。で、今回欲しいのはこの歴戦なんで、ちょっとこれを、狙って引いていこうかと思います。それ以外にもね、まあ、キリトで、まあ、欲しいスキルはいっぱいあるんで、何かしら当たったら嬉しいですけど、まあ、何が欲しいかっていうのは、まあ、竜神キリトとか特に欲しいなって、まあ、思うんですけど、まあ、タゲスキルなんですけど、まあ、そこ他にもね、まあ、欲しいスキルはいっぱいあって、アウトロール、あ、でも、これはどうでもいいか。まあ、とにかく、まあ、欲しいスキルいっぱいあるんで、まあ、いっぱいありすぎてちょっと見てると時間がかかっちゃうと思うんで、まあ、先にもう引いちゃいますかね。まあ、結局何が出るかわかんないんで、そのピックアップ以外は。まあ、そう考えると、まあ、出てから、まあ、喜べばいいのかなと。待って、このさ、オーダー背景何この天空の。あれ、空飛んでるから、キリト。なんか羽生えてたっけ。なんか ALO の、あれか。なんか俺なんでキリトバースで引くかって話なんですけど、まあさっき言った通りではあるんですけど、なんかさ、ウィークエンドで情報出たじゃないですか。GGO のさ、レンダのさ、ピトフーイダのさ、入ってるオーダー。俺、あれも引こうとは思ってるんですけど、俺、コロキリトもやっぱ欲しいと思ってて、
まあ、どんだけ課金すんだよって話なんだけど、バカみてえに最近課金してるから、いいのかなって、まあ思いつつちょっと引いてる。さすがに単形は何も来ないやろ、キリトのオーダーで。いや、これでさ、片手コンでなんか来たらさ、やばいんだけど。あれじゃあ、肉キリとか来ちゃうじゃん。あ、斧飛ばした。まあ、キリトでやりはなんもないやろ。いや、マジでさ、ウィークエンドで来たそのさ、新規オーダーの予告、やばすぎるでしょ。だってさ、7周年も控えてるしさ、サーニャバースデーまであるわけでしょ。で、なんか新規オーダーもなんか良さげなやつ来るしさ、なんかミトのさ、なんかすっごいイラストいいやつとかも入ってたし、もう超欲しい。あ、片手直剣飛ばしちゃった。バカ見て。一番飛ばしちゃいけないやつを飛ばして、もうキリトといえばもうほぼ片手直剣っていう感じはしますよね。で、なんかよくね、始めたての人でなんか何が強いかとか分かんなくて、すげえ脳死でキリトバースで引く人いるんですけど、ほんとバカだと思います、マジで。かもられてる、本当に。強さを求めてキリト引くならやめた方がいい。キリトなら絶対強いでしょみたいな思考停止のバカがいるんですけど。マジ絶対、それで引くんだったらやめた方がいい。あ、捨てに。お、覚醒だ。キリトの覚醒って何かあったっけ？お、あ、これ持ってないんじゃね？アクトさんじゃん。アクトさん来た。え、残秘でブレイクしやすいし、鬼バフも入るから、かなりいいと思います。確か持ってなかった。あ、噴光なんだ。へえ、いいね。ブレイクしやすいと。まあ、ステさんで、まあ、歴戦できれば来てほしいですけど、もう、アビリティは飛ばせないな。歴戦で、演出なしが来ると一番嬉しいな。まあ、リセ、あ、もうさっきさ、リセマラ、おすすめみたいな話したけど、やっぱ今んところはマザローザフルバがおすすめかな。なんかパワラ4と迷うって話は、あ、やべえ、直近飛ばしちゃった。パワラ4と迷うって話はしたんですけど、なんか最近マザローザフルバがいいのかなってなんとなく思います自分は。うん、それがいいよ。いや、なんかやっぱ手堅くいこう。いや、でも 1250GM でさ、引くリセマラってさ、逆に面倒だと思ってて、自分の場合は。あ、演出がない直剣ってなんだろう。お、あ、バーストじゃん。あ、新規キリトバーストか。あ、でもなんか、でもあんまりモーションがよろしくないって、ちょっと風の噂でき、あ、おお、やった。確定枠でアビリティ、これは歴戦来たんじゃないか。演出なし、演出なし、演出なし、来い。演出来るな、来るな。お、お、来た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 、来るんじゃね、来るんじゃね。おお、来た。やったー、やった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 、来た。これ一周で来、え、マジで熱いんだけど。俺陸道大好きなんだけど。やば、神ゲーです、マジで。ブレイク値114ある。ちょっとね、モーションが長いんだけど。で、これね、フルバーストじゃないですよ。結構騙されてる人が多いんですけど、俺も騙されてた。普通のバース、あ、これデッドリーシンズとかのシンズじゃね、これ。見てみよう。あー、やった。え、マジで熱い。え、この後さ、オーダーめちゃくちゃいっぱい控えてるからさ、すげえありがたいんだけど。え、ちょっと待って、これのさ、多分バーストだよね。シンズがどんな感じなんだろう。どんな感じだろう。ちょっと待って、ちょっと攻撃範囲知りたい人とかもいるから、ちょっとこういう、ちょ、この角度でちょっと行ってみるか。シンズってあれだよね。ここは通す、ここは何、通行止めだ的なやつだよね。ほら、ほら、ほら。あー、これか。ってことは、配布のやつと一緒か。あれ、配布だよね、直剣のさ。なかったっけ？100層だか56層、あ、違う。100層クリアだっけ？ 99 層クリアだっけ？なんかでもらえたよね、配布の。え、どこ行った？なんか見つかんねえんだけど。え、なんかさ、ゴミみてえなやつあったじゃん、火属性のさ。あ、これ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 、インセンディアリーじゃん、インセンディアリー。これこれこれ、ウィーン、チョン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 ってやつ。これかっこいいけど、モーション長すぎてクソ。
長い分バーストとかでね、威力強いといいんだけど。まあ、でもこれは、ブレイク値が何気57とかあって、まあ、100層で残比ブレイクする人あんまいないんですけど。まあ、これスタック削りであるね。残弱の敵だね。ダー属性の敵だから。まあ、そういうのもできたりするんですけど。ああ、でもよかった。マジでね、これ、キリトで3周もしたらね、マジで厳しかったんで、まあ、この後もね、どんどんね、引いていこうと思ってたんで、ちょっとね、ジェム温存できて嬉しかったです。みんなもぜひね、キリトバ、いや、キリトバースデーじゃないか。アスナバースデーかな、始めたての人におすすめなのは。まあ、キリトとかはね、まあ、アスナとかね、引いてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、まあ、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。はい。お願いするわ。それに騒いで。ほい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 ほ